下川添駅前の生誕日小林滝二12月1日から1933年2月20日は、日本のプロレタリア文学の代表的な小説家。滝二は、秋田県北秋田郡、下川添村に、古作農家の次男として生まれた。当時北海道、小樽で苦難の末に事業に成功したおじが、自分の失敗によって傾いた実家の始末を、 おわせていた弟夫婦への恩返しとして、小樽の学校に通わせたいという提案により、長男を移住させていたが、間もなく病死した。滝地が4歳の時に、叔父の計らいによって、一家全員で小樽、若竹町の叔父の別宅に移住する。生活は豊かではなかったが、叔父の工場に住み込みで働く代わりに学習を受け、小樽商業学校から小樽高等商業学校へ進学。 在学中から創作に親しみ、絵画や文芸誌への投稿や、交友会誌の編集委員となって自らも作品を発表するなど、文学活動に積極的に取り組んだ。小樽高賞の下級生に伊藤生がおり、また同校教授であった大隈信之の教えを受ける。この前後から、自家の窮迫した境遇や、当時の深刻な不況から来る社会不安などの影響で、 労働運動への参加を始めている。実家からほどない小樽地区公にはいくつもタコ部屋が設けられ、労働者の酷使される姿は、幼少期より滝寺の身近にあった。1924年に卒業後、北海道拓殖銀行小樽支店に勤務し、その頃5歳年下の恋人、田口滝に出会う。滝は、父親が残した多額の借金により13歳の、 頃より祝福として飲み屋に売られていた。焚きは友人からの借金で滝を見受けし、結婚ではなく家族という形で実家に引き取った。焚きの家族も温かく迎えたが、滝は身分の差に悩み7ヶ月後に家出をする。1928年の総選挙の時に北海道一区から立候補した山本健造の選挙運動を手伝い。 陽亭山陸の村に応援演説に行く。この経験が、後の作品、東ャン行に生かされている。同年に起きた3.15事件を題材に、1928年3月15日を、先期に発表。作品中の特別高等警察による拷問の描写が、特攻警察の噴劇を買い、後に拷問しさせられる引き金となった。 翌1929年にカニコーセンを戦記期に発表し、一躍、プロレタリア文学の騎士として注目を集め、同年7月には肘方吉良の新築時劇団によって北緯50度以北という題で帝国劇場にて上演された。しかし同時に警察からも要注意人物としてマークされ始める。カニコーセン1928年3月15日。 および、同年、中央公論に発表した、不在地主などが元で宅銀を解雇され、翌年春に、東京へ転居、日本プロレタリア作家同盟書記長となる。1930年5月中旬、千騎士を発売禁止から防衛するため、江口館、岸山寺、片岡鉄平らと京都、大阪、山田、松坂を巡回公演。23日に、大阪で、 日本共産党へ資金援助の権威で逮捕され、6月7日、一旦釈放された。しかし、24日に帰郷後、作家の盾の伸び行き方で、再び逮捕され、7月に、カニ公選の件で不経済の追起訴を受けた。8月、治安維持法で起訴、豊玉刑務所に収容された。1931年1月22日、保釈出国。その後、神奈川県。 七沢温泉にこもる。1931年10月、非合法の日本共産党に入党し、11月上旬、奈良の死賀直古屋邸を訪ねる。1932年春の危険思想取り締りを機に地下活動に入る。8月下旬、自らの地下生活の体験をもとに、党生活者を執筆した。1931年9月6日、 群馬県沢郡伊勢崎町で行われた文芸講演会に全日本無三者芸術連盟が講師を派遣し、小林滝路、村山智義、中野重春が行ったが、関係は事前に検測してしまった。民衆が伊勢崎警察署を包囲し、抗議、選挙、乱闘の末、両者の交渉が持たれ、検測者全員の釈放が実現し、しかも抗議団に逮捕者はなかった。 治安維持法下であり得ない事件として注目を浴びている。1933年2月20日、焚記地は日本共産青年同盟中央委員会に潜入していた特別高等警察のスパイ三船留吉からの提案により赤坂の連絡場所で参戦と落ち合う予定で共産青年同盟の詩人、今村恒夫とともに訪れた。その待ち合わせ場所には 三船からの連絡により張り込んでいた特攻警察が待機していた。滝児はそこから逃走を図ったが逮捕された。同日、中央区築地の同じ場所に所在する築地警察署内においての取り調べについては今村から話を聞いた江口官が戦後発表した作家小林滝児の死という文章を手塚秀隆が小林滝児で紹介している。 それによると、警視庁特攻係長、中川茂雄の指揮のもとに、滝き地を冠中丸裸にして、まず、須田と山口が握り太の杖で打ってかかったとある。その後、警察署から築地小浦の前田病院に搬送され、19時45分に滝き地の死亡が確認、記録された。新聞報道によると、2月20日正午頃別の、 共産党員1名と赤坂副吉市長の芸儀屋外で街頭連絡中だった築寺は築地所小林特攻会員に追跡され約20分にわたって逃げ回りため池の電車通りで格闘の上取り押さえられそのまま築地所に連行された最初は小林築寺であることを頑強に否認していたが同署水谷特攻主任が取り調べた結果自白した築地所長は 短時間の調べでは自供しないと判断して外部からの材料を集めてから取り調べようと一旦5時半留置所に入れたが間もなく悶後、はじめ7時半にはほとんど渋滞になったので前田病院に入院させる処置をとり築地所としては何の手落ちもなかったとの説明を行っている。滝地死亡時の警視庁特攻部長は安倍元気でその部下であった中川 特効課長の毛利はじめ、警部、山形伊蔵の三人が直接手を下している。警察当局は、翌21日に、心臓麻痺による死と発表したが、翌日遺族に返された、多記事の遺体は、全身が拷問によって異常に腫れ上がり、特に下半身は、内出血によりどす黒く腫れ上がっていた。しかし、どこの病院も、特効警察を恐れて、 タキジの遺体の解剖を断った。母、関は、タキジの遺体を抱きしめて、それ、もう一度たたねか、みんなのためもう一度たたねか、と叫んだ。タキジの死に顔は、日本共産党の機関誌、赤旗が掲載したほか、同い年で同志の岡本陶器により油絵で、また岩松敦氏により、鉛筆で描き残され、千田コレヤが制作したデスマスクもオタル文学館に現存している。 中央公論編集部は、多記事から預かったまま掲載を保留していた、当生活者の原稿を、転換時代という課題で、中央公論に、遺作として発表した。全体の5分の1にわたり、伏せ字が施された。3月15日には、築地小劇場で多記事の労農奏が取り行われた。最後の小説は1933年1月7日に、書き上げ、改造3月号に、 発表の地区の人々。評論は、プロレタリア文学2月号、プロレタリア文化3から4月号に、掲載の右翼的変更の諸問題。瀧地が殺された、当時の内務省警保局局長の松本学は、前年の5.15事件の直後に局長に、任じられていたが、退官後は、貴族院直選議員に任じられ、戦後は、中央警察学校校長を務めた後、 日本公安協会会長、社団法人世界貿易センター会長、自転車振興会連合会会長などを歴任した。他記事は明るい性格で、とても話し好きな人物であった。母思いで地下に潜入後も原稿料は母親に送り、死の間際にも母親にだけは知らせてくれと懇願した。死が直古屋の作品で文学を学んだ。小樽高等商業学校時代から、 北海道で育った自分が日本文学を接見すると回帰縁をあげる手紙をたびたび送りつけ、直也に名前を覚えられていた。獄中からも直也に手紙を出している。1931年1月、直也は、随想リズムで、プロレタリア運動と小説に、熱心のある男は、日本のプロレタリア作品を読むより才覚を読んだ方が、何百倍も仕事に対する意志を強く感じるかも。 知れないと書く。1931年6月、新進作家として注目され始めた焚き地は、自分の作品に対する汚い意見を聞かせてほしいと、辞書、カニ光線と手紙を送り、なおやは、プロレタリア運動意識が作品として不順になると、返信している。その5ヶ月後の11月初め、焚き地は、奈良県の上高畑の仕掛けを訪れる。この時の焚きは、 自分の思想を押し付けることもなく、おとなしい様子で、昔の手紙の話をされると赤面していたという。直也の息子、直吉と三人で、あやめ池遊園地に遊びに行き、一晩泊まって帰っていった。滝きが拷問死した時、直也は、滝きの実壺に、不自然なるご死去の様子を考えあんたんたる気持ちになりましたと、公伝と長文を送り、日記に、 小林滝寺に捕らえられ死す、警察官に殺されたるらしい、ふと彼らの糸物になるべしと吹きがすると記している。生誕100周年を迎えた2003年以来、白樺文学館、滝寺ライブラリー主催、小林滝寺国際シンポジウムが2年連続で開催され、2005年秋には、中華人民共和国河北省の河北大学で、第1回、 多き地国際シンポジウムが中国各地及び日本をはじめ中国国外から研究者約200名を集め開催された。その記録は白川文学館多き地ライブラリー編長尿意監修今中国によみがえる小林多き地の文学中国小林多き地国際シンポジウム論文集に収められている若い世代における 非正規雇用の増大と働く貧困層の拡大、低賃銀長時間労働の蔓延などの社会、経済的背景のもとに、2008年には、カニ高専が再評価され、新潮文庫のカニ高専、統制活者が50万部以上のベストセラーになった。また、2009年に、サブ監督によって映画化された。毎年、明日の2月20日に、小樽市など全国で開催されている。 ありがとうございます。